Hong 今回はですね、2020年に発売されたルポライターの国本、国友か、国友浩二さんって方が書かれたですね、ルポ西成78日間土屋街生活っていう本があるんですけど、その本読んどったらですね、西成と平方のちょっと面白いエピソードがあった。平方ってあの大阪府平方市ね、あの、平方市の面白いエピソードがあったんで、ちょっと紹介させていただきます。まあ、こののねルポライターの国友さん って人はまあ大学でたてのね若者なんですけどまあ本のタイトルの通り西成でね78日間ドヤ街で生活してたわけなんですけどっと生活費はですねあのアイリン総合センター行って日雇いの仕事を、えー、紹介してもらってそれでね生活費稼いでたわけなんですけどそのね仕事先のね現場でえっとですねあの40代後半から50代くらいのねおっちゃんと知り合いというか友達になるんですよ。お、ね、おっちゃんいいうののもももかにも西成のおもろい おっちゃんみたいな人で、えっ、ー、とですね、もう、半端でね、働いて、ある程度お金貯まったらですね、もう、西成から、あの、梅田の町に行ってね、あの、ホテル大東洋とか、ホテル大東洋茶は、サウナのね、大東洋とかに泊まってですね、お金なくなるまで、あのね、もうあの、梅田で遊んでくるから、当分西成では会えへんかもな、とか言うてね、出て行ったのに、3日後にはね、えっ、ー、と、西成でばったり会ってしまって、あれ、おっちゃん、当分会えへんって言ってたのに、どないしたんって言ったら、いや、それがお金もっと増やそうと思って、協定にかかねたら、全部なくなってしもたわ、わはは、また働かな、みたいな。 <laughs> まあそういうおもろいおっちゃんなわけなんですけど、えー、そのおっちゃんとね半ば、えー、から帰った後も西成の町でねちょくちょく連絡取り合って遊んでたんですけどある時急にね、えー、とそのおっちゃんのスマホというか電話が全然通じなくなっておっちゃんとね全く連絡取れなくなったんですほんでねあどないしてんやろ心配やなってそのねルポライターのね、えー、と國友さん思ってたんですけどほんだらですね何ヶ月か経った後に向こうからね急にね連絡が来たわけです。 電話がかかってきて、で、あ久しぶりですねど、なんか知らんけど、全然連絡つかなくなったから、心配しましたよって言ったら,だら、いや、悪い悪いって、実はな、今、俺は、えー、もう西成の町にはおらへんねやって、あのな、大阪の枚方市っていうところで、アパート借りて住んでんねやって、ほんでね、周りにもねとあのその、西成みたいに周りに友達もおらへんから、退屈してるし、遊びに来えへんってね、誘われたわけなんですよ。ほんでね、そのルポライターの、ふ友とさんはですね、いやいや、分かり わかります僕もね、久しぶりに会いたい会いた会いたいと思ってたから行きますよって言って、まあ、電車乗ってですね、枚方の方まで、えー、電車乗って行くのはいいんですけど、その枚方からね、指定された住所のアパートまで行こう思ったら、ですね駅からバスを何回も乗り継いで、ですねめっちゃ山奥のアパートなんですよ。でね、なんでこんなアパートにね、なんでこんな不便なところのアパートに、国あの,あのおっちゃん住んでんのやろうなと、不審に思ったんですけど、まあねおっちゃんの部屋に行ったら、確かに おっちゃん言いはったんですよおっっちゃんんいたやけどあの、ね、見たらすぐ分かったんやけど足がちょっと不自由になってはったわけなんですよねほんで,、えっとでしょ「おっちゃんどないしたんですか?」って言ったら「いやいやそれがなあの。 西成におった時に、えー、と足を怪我してしまってふあの体が不自由になってしまったやってでね困ったなって思った時に、えーとですね、西成で業者さんに相談したらほんならね生活保護を受けましょうって生活保護を受けるための支援ね我々しますからその代わり我々が指定するアパートに住んでくださいっていうそういう、ね、約束で生活保護を受けてるんや今って,って。で、ね、指定されたアパートがその枚方のアパートというわけな ん <laughs> ですよね <laughs> でまあそうなんやーっつってねまあそれ,それでその話は終わったんですけど、まあ、これね妙な話というかですねなんというか大阪じゃあ西なりの町の中にはそういう張り紙がねいっぱいありますよねだからえー、とですね仕事がなくなって困ってる人いませんかとかね病気になって仕事できなくなった人いませんかとか高齢でねえっ、ー、としま お金なくなって困ってる人いませんかとか、そういうのね、張り紙あるじゃないですか。相談に乗りますよって。相談に行ったら、えっ、ー、とですね、生活保護を受けるための支援をしてくれるわけなんですね。ほんで、その代わり、えっ、ー、と、我々が指定するアパートに住んでくださいねっていうわけなんですよ。ほんで、これなんでなのかと言いますとですね、生活保護を受ければ、えっ、ー、とですね、 大阪市の場合やったらですね住宅扶助ですか住宅扶助っていうお金が生活保護の中でもらえてそれね4万2千円もらえるわけなんですその4万2千円で、え円、ー、でアパート借りてくださいってわけやからだからその指定したアパートに、えー、と家賃としてね4万2千円納めてくれっていう意味で,、えーとですね、その業者さんは生活保護を受けるための支援をしてくれてるわけなんですけどこれ私は単純に西なりでこういうね貼り紙をして、えー、とそういう人たちを集めてる わけやねんから当然指定する、えー、この紹介するアパートも西成のアイリ林地区の中にあるもんやと勝手に思い込んでたわけなんですけど別にそういうこの話を聞くにね別にそういうわけではないみたいですよねだから西成,じゃ西成で募集して、えー、西成から、えー、西成で募集してんねんけどえー、とですね紹介するアパートは西成以外のね枚方であったりする可能性もあるということなんですよねほんでね、えー、と生活保護の中でもですね 生活保護っていうのはですね、あのもらえる金額がね、えっ、ー、と東京地域の東京によって違うわけなんですよ、ね。一級の一、一級の二、二級の一、二級の二、三級の一、三級の二中で一級の一が一番金額をもらえるわけですよ。あの東京とか大阪とかそういう大都市やったら生活費とかね、えっ、ー、と家賃も高いやろうからいっぱいお金もらえて、ま三、あ、級の二やったらね、あの田舎であの生活費安いから、えー、生活費のあ生活費じゃば生活保護のえっ、ー、と支給額も低くてええやろう。 みたいななことになるんですけどほんまに大阪市やったら4万2000円の家賃扶助じゃないわ、えー、と住宅扶助がもらえるんですけどこれね枚方市も同じ4万2000円もらえるわけなんですよ大阪市と同じねほんならですねあの 大阪のね西成のりの愛林地区とかやったら仮にね、えー、と部屋が狭くて建物が古くても、えー、4万2000円っていう家賃はそこまで変じゃないじゃないですかね確かに部屋は狭いけどその代わりえっ、ー、とですね なんやったっけ ?JR の新今宮駅とか、地下鉄御堂筋線の動物園前駅とかに近いし、えっ、ー、とですね、あの、日本有数の繁華街である南波の町にも歩いて遊びに行けますよ。便利な場所やから、家賃4万2000円もらいますって言われたら、まあ一応納得できなくもないやないですか。ところがどっこいですよ。えっ、ー、とですね、平方の山の中に、えっ、ー、と、あるアパートがですね、それ4万、家賃4万2000円ですって言ったら、それはさすがにおかしいやろって、ね、めちゃ,めちゃ まあそうなるじゃなるいですか、まあ、ところがでっこいですねほんまにその業者さんは多分ねこのおっちゃんが住んでるアパートはですねどう考えても、えー、と普通に考えれば家賃2万ちょいぐらいのもんが、えー、4万2000額もらってるはずですわ今回のその話の中の、えー、とおっちゃんのケースやったらね、まあ、そういうわけでしてですねえっ、ー、と 何の話なのかいまいちよくわかんないですけど。いや、だからこれ私が勝手にそう思い込んでたって話ですよね。西成の町で張り紙が貼ってあってね、えー、生活保護の相談受け付けますよって、その代わりね、あのうちが紹介したアパートに住んでくださいよっていうのは、私は勝手に西成の愛ン地区周辺のアパートが紹介されるもんやと思い込んでましたけど、そうとは限らないんですね。まあもちろんね、西成愛ン地区の中のアパートを紹介されるケースが大半でしょうけど、中にはほんまに平方とかね、 全然大阪市内、大阪府内の全然違うところに飛ばされる可能性もなきにしもあらずっていうわけなんですよね。だから何なんだと言われても困るんですけど、まあ私的にね、あ私的にね、意外なエピソードやったかな道をメモという感じで、えっ、ー、と、動画にさせてもらいました。そんなとこですね、本ゃまた。